始めるわ。準備 OK？ 頑張っていこうね。なんでこんなことになったんだ。そもそもの始まりは、あゆみの親戚の家へ遊びに来ないかと誘われたことだった。連休を利用して探偵団一行ははるばる港町までやってきたんだ。おお、よく来たな。ゆっくり遊んでいっておくれ。あゆみのおじさんはいい人で、俺たちを歓迎してくれた。そしてそのうち、私のおじさん、ヨット持ってるのよ。すごいでしょ。へえ、ほんとかよ。俺、ヨット乗りてえ。という話になったんだ。乗せてやりたいが、あいにく低気圧が近づいている。海がしけそうな気配でな。だがまあ、桟橋に繋いだままでよければ、乗せてやっても構わんよ。うわぁ、すげぇ！本物のヨットだ！海に浮いてるぜ！当たり前だろ。かっこいいですね。この流線形が実に科学的に理にかなっていて。何言ってんだよ光彦。ヨットなんだから当たり前だろ。人のこと言えるかよ。もうはしゃいじゃ危ないでしょ。まあ桟橋につながっている限りは大丈夫だろう。はしゃいで海に落ちないようにな。まあ地上で遊んでんのと大差ないけどな。すみません、ちょっとよろしいかしら。はい。誰だあの女。おじさんの顔見知りじゃなさそうだけど、なんか様子が変だな。ああ、あゆみ、ちょっとおじさん休養ができたよ。すぐに戻るからここにいるんだぞ。はい。坊や、お船遊びもいいけど気をつけないと危ないわよ。じゃあね。気をつけろったって、あいつらが乗ってたんじゃいくら気をつけても足りねえや。なんか悪さしねえように俺が見張ってねえとな。おじさん遅えな。俺は不覚にもいつしか居眠りを始めちまってたんだ。目が覚めた時にはすでにヨットは嵐の真っ只中。
そしてこのざまだ。まったく、俺がついていながら。三人とも無事だといいけどな。いや、こっちも人の心配してる場合じゃねえ。まずは状況を把握するのが先決だな。この島にたどり着いてるんじゃないですか。ともかく状況を確認しないとな。無事で何よりだけどさ。あと一人、誰か知らないか。知らねえ。どうなっちまったのかな。こっちはジャングルの奥だ。みんなが流れ着いてるとすれば、海岸の方だろ。まずこうなっちまった原因を聞いとこうか。原因って？なんでヨットが海に漂い出しちまったのかってことだよ。知らない。誰も何も触ってないもん。コナンが居眠り始めちまっただろ。なんか俺たちも眠くなっちまってよ。みんなで昼寝ってことにしたんだ。そうです。気がついたら海の真ん中だったんですよ。じゃあ友綱が一人手にほどけたってのか。でもおじさんはヨットには詳しいのよ。ちゃんと結んであったはずよ。本当だな。みんな寝てる間に漂い出しちまったんだな。
です。間違いないわ。まあいいや。とにかく助けが来るまでサバイバルしなきゃなんないことには違いない。みんな、こういう場合真っ先にやることは何だと思う？やはり飲み水ですね。そう、水さえあれば数日は生きていられる。食べ物はその後でも大丈夫。おじさんが言ってた、遭難したら火を起こせって。うん、火は重要だ。煙が立てば救助の目印にもなるしな。食い物探さなきゃ。まあそれも大切なんだけど、それより先にいるものがあるだろ。ということで、やることは2つ。火を起こすことと水を手に入れることだ。もちろん食料も見つかるといいけどな。火はなるべく高いところで起こそう。のろしにするならその方が目立つしな。水は湿った草地があれば作れる。どっかにそんな場所なかったかな。火と水を手に入れるのが先決だ。役立ちそうなものを探そう。とりあえず何か役に立ちそうなもんでも探すか。あ、これは水を汲むのに使えるな。他の用途もあるか。水を手に入れるのが先。水を手に入れるのが先。これだけ植物があるってことは、地下にはかなりの水があるはずだ。うん、のろしをあげるにはうってつけの場所だな。手持ちの道具で火を起こせるかどうか、チャレンジといきますか。ダメか、道具が足りねえのか、それとも方法が間違ってたかな。
この辺、土が湿ってていい感じだな。よし、飲料水製造装置はここで作ろう。問題は、手持ちの道具でどこまでやれるかだ。ま、やってみるしかねえか。ダメか、道具が足りねえのか、それとも方法が間違ってたかな。こりゃ、この道は通れませんね。しょうがねえな、他の道探そうぜ。これだけしょ